こんにちは。北京大学の岡本です。私たちは今回スバル望遠鏡の視焦点カメラを使って銀河系の衛星銀河である4つの非常に暗い矮小銀河について調べ、それらがとても古い星のみで構成されているということを明らかにしました。現在の一般的な理解では、銀河系のような非常に大きな銀河というのは無数の矮小銀河が合体や集積を繰り返すことで大きく成長してきたと考えられています。したがって矮小銀河の星を直接調べて、その銀河がいつどのように作られてきたのかということを明らかにするのは、銀河系自体の理解にも直接的につながっています。今回私たちは銀河系の周辺に新しく見つかった4つの矮小銀河について、スバル望遠鏡の視焦点カメラを使い、それぞれの銀河に含まれる星の色と色等級図を示しました。この色等級図を見ますと、銀河に所属する星たちが直線で示したような最も古い年齢の等時曲線というものと同様の分布をしているということがわかります。また銀河に付属する星たちだけを取り出して空間分布を描くと、画像上では見えなかった銀河の構造についてもはっきりと見ることができます。今回調べた銀河のうち、非常に暗い3つの銀河には最も古い星しか存在しませんでしたが、比較的明るい1つの星銀河についてはその中心部に若干若い星の存在も認められました。この結果は、宇宙初期に質量の非常に小さな銀河では星形成が起こってもすぐにその星形成が止まり星を作り続けられなかったこと、またそれよりも若干重たい銀河についてはほんの少しだけ長く星形成を続けられたということを意味しています。